はいどうも、皆さん、こんばんは、モッティーです。どうも、お久しぶりです。ということで、モッティーのポケットモンスターサン&ムーンシングルレーティング定例と探索機始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、まずはじめに告知があります。明日、8月12日土曜日の夜7時から、ニコニコの公式生放送で公式番組の、おたまにという番組に出演します。でですね、その番組どういう番組かというと、某ポケットモンスターのことについて、ポケモン生主実況者の人たちが熱く語るトーク番組ということです。テーマは金の玉おじさんについてらしいので、僕もちょっと金の玉おじさんの情報をね、準備して何をですけど、持っていきたいなというふうに思っております。はい。ぜひ皆さんもご視聴いただきたいなと思いますんで、明日の夜、7時からニコニコ生放送ですけどね。ご覧ください。僕のツイッターか、あとはこの動画の説明欄からいけるようにしておきますので、そこから、皆さん持って見に来たよとコメントをしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。といった感じで、じゃあ告知もこの辺にしておいて、今日使うポケモンはこいつですね。ゾロア。はい、まあ、いわゆるオーソドックスな気合のタスキカウンターの方なんですけど、意外とゾロアって、なかなか読まれにくいなってところがあるのと、定例と探索だと多分。あと、イカ様挑発をある程度の高さから打てるので、なかなか意外と強いんじゃないかななんて思いつつ、まあ、やっぱ可愛いじゃないですか、とにかく、ゾロアって。可愛いじゃん。もうこのパーティーに入っても何の遜色もないぐらいの可愛さだと思うんで、入れてみましたっていった感じでございますね。はい。さあ、ちょっとゾロアっていうか、ゾロアークも全然僕使ったことないんで、どうやって使ったらいいのかよくわかんないんですけど、まあ、それなりに頑張って使っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いします。ダイゴさん？だよね。ダイゴさん、ダイゴさん、パー。ダイゴさん、か？ちょ、待って。無道とかいたっけ？ダイゴさんパ。鋼統一でもないですよね。化石統一でもない。ダイゴさんパですよね。そうですよね。こんなだっけみたいな。なるほど。そうっすね。まあ、初手ゾロワから入って、何を警戒されるか。まあ、ピカ様を一番後ろですね。そう考えると。ピカ様後ろだと考えると、ポニータピカ様かな。まあ、こうかな。まあ、こうかな。はい。対戦よろしくお願いします。まあ、ゾロワくん僕使うの初めてなんで、ちょっとゾロワくんが、まあ、どういう風な活躍をしてくれるのか含めてね、ちょっと楽しみワクワクテカテカみたいな感じで。まあ、できるもんなら、初手グロスあたりから入ってくれるとすごくありがたいですかね。はい、お願いしまーす。ネンドール。ネンドール激重選出をしてしまったな、これは。これはネンドール激重選出ですな。ネンドール、ネンドールだって特殊でしょ？大地の力とかですもんね。どうしよう。どうしよう、勝てなくない？これ。もうすでにきついんですけど。すでにきついんですけど、カウンター打ったところでですよね。どうしようかな。いや、ステオとか巻いてくれることを呼んで吠えとく？それしかなくない？吠える。あ！トリックルームだトリックルームだしかも、ピカ様が吠えたどうしよう。どうしよう、バレた。ピカチュウじゃないのかバレた。どうしよう。より難解にさせてしまった。これ、イカ様、いや、違う、カウンターだろ。カウンター、バレてない。ピカチュウが吠える。じゃあ、ですよね。ですよね。ですよね。バレてますよね。ですよね。大地の力打ってくるんですか？そうですか。なるほど。イカ様2回で落ちませんか？イカ様で落ちませんか？イカ中のイカ様だーでいっあ。マジそれ。大爆発？誰で受ける？ピカ様犠牲になって。うん。マジかよ。マジかよ。ピカチュウ引いたのにピカチュウが出て、うわぁうわぁお、耐えましたね。おや。おや
え、何 Z なの？ネンドールのフェアリー Z って何 Z なの？全然わからないんですけど、はい、とりあえず一旦消費。なんで言葉なんでこんなもん。うん。で、いやもうここ大、ここ多分第一だと思うんで、何やっても何言っても一緒っすよね。一緒っすよね、多分ね。なんか適当にアンコールとか打っとく。いや、それは多分ありがたい。割とそれありがたい気がする。はい。でしょ？で、ここタクなんですよ。ここタクっていうか、僕全然その、アーマルとか全くわかんないんで、アーマル全然わからないんで、何にも言えないんですけど、アーマルドの、アーマルド、剣舞とかあんのかなぁ？なんか、竜舞とかありそう、なんか、剣舞とかありそうな気がしょ、うわぁバレたー、しかもカウンター見られてるんですよね。いや、カウンター打つわ。河原割り、ふーん、痛いー。しかし、気合の助けで耐えてしまう。そうだ。カウンタードラーン、はい、あ。いや、でも、先制技を持っていなければ、さっきの猫騙しが微妙に生えている。先制技さえなければ、あるんだーあるんだー、しかも悪ジェとか知らないー全然知らないー悪ジェってなんだよー、それ。え、ラス1誰だったら勝てんのこれ。ラス1。いや、とりあえず文字打つじゃん。ライト悪ジェじゃん。いや、悪ジェ半分入んないって。入んない。全然。で、文字をとりあえず当てる。ラス1。ラス1。え、ラス1誰なら勝てる？え、誰なら勝てる？ボス5って頑丈？ちょ、待って。いや、文字打った方がいいっすよね。え、催眠か？文字か？いや、文字だろ。いや、一発与える。どうしようもなかったっすね。何もわからないまま倒されていった感が半端ないんですけど。完全にわからん殺しされたんですけど。もうわかんない。対戦お願いします。いや、なんかさ、プクリンが入ってるとさ、なんかポケダンのパーティーなんじゃないかなって思うんですけど、多分、まあ、ポケダンパだとしても、僕はこの6匹が揃うポケダンは多分やってないんで、ポケダン何パかはちょっとコメント欄で誰か、補足してください。もしポケダンだったら。じゃなかったとしたら、この人の趣味パですよね。統一感全くないですもんね、まるで。なんでプクリンだけプクリンなのかっていうところまで気になりますもんね、だって。多分だから、テーマあるでしょ、きっと。きっとね、ゾロアから入りますわ。いやーでも特殊多い。いや、そんなことはないな。半々ぐらいですね。で、なんか普通にドレディアとか投げたら決まっちゃいそうなんで、ピカ様ポニータで。今日この選出多いですけど、行きましょう。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、いけるんじゃない？わかんないけど。だって、このパーティーと、俺のパーティー、何が誰やる、何がどうするか分かんないでしょ、そんな。お互いに。お互いに分かんないでしょ。謎が謎を呼ぶでしょ。ビッパ！バビーン！なんだこれは。ビッパポニータ。そっか。選出順ピカ様にしなかった。まあいいや。どうしようかな。え、でもビッパさ、水技打ってくるんじゃないの？何打ってくんの？何してくんの？あくびとか巻いてくんのかな？起点作んのかな？ビッパで。え、わかんねえからカウンター打つわ。電磁波なるほどですな。挑発しますかな。じゃあ挑発しますかな。麻痺ってんのにこっちの方が早いってことは、はい、挑発が出せない挑発されて挑発が出せない。さあ、どうする
さあ、どうする？ポニータはカウンター覚えない、挑発も覚えないとなったら、なったら何してくるんだね。何、どっちだね。いか、ここイカ様でしょ？ここイカ様。ビンバ引っ込める。はい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 。タスキカウンター難しいっすよね。ヘイ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 イカ様強いつつえどうしようかな。いや、ここはわざわざカウンター打つ必要はないですよね。イカ様ですか。はたきー うわー機関そんなもん機関アクタイプに変身イリュージョンでゾロアの助けが取れたけど、あ。まあ、それは耐えないですよね。麻痺ってなかったら君は倒れていたから命拾いしましたね。まあ、ピカ様であとは全抜きするだけですけど。行くぜ、ピカ様。アクアジェットだろ。アクアジェット。いいな、この対面いいね。なんかいいね。ピカ様対映画にってなんか、胸厚ですね。アニポケ、あ、引っ込めんの。へぇ。へぇ、バッピー。バッピー、いや、バッピーで何すんだよ。ピカ様に対して。無理でしょ。あ、結構硬くね。あれ？え、タスキだとこんな硬いの？いや、顔洗われればいいんですよ、そんなものは。あくびだろうがなんだろう。割れはいいんですよ、割れは。うらー勝った怒りの前歯なるほど。怒りの前歯アクアジェットで落としてくると。はい、変わらえ、で、アクジェでしょ？アクジェ耐えないでしょ、ピカ様多分。だから一回引くしかなくて。で、そうなってくると、あ、ペラッ、え、あー、どうしよっかなー。アクジェ一発耐えて、文字。一回、いや、一回引くのは手ですよね。一回ポニバックして、ペラップをどうにかして、まあ、最悪ピカ様で上から。いやー、どうだろう。こっちの方が、バックオンパー。スカーフバックオンパーと、ちょ、嘘やろ、ちょ、待って、強すぎやろ、それ。え、負けたんだけど、これ。え、終わったじゃん。いや、終わってない。上取ってれば勝てる。終わった。強すぎるんだけど、ペラップとか。はい、対戦よろしくお願いしまーす。あれなんですね。ペラップの素早さ種族値って91なんですね。知らなかったですわ。ピカ様より1高いとかいう意味不明な種族値なんですね。89に仕上がれバカ野郎っていう。そうじゃなくて。あー。何パブパブーから始まるパ違う。違うな。なんだ。誘拐おじさんいるじゃん。幼女誘拐おじさんいるじゃん。ちょっと待って、怖いんだけど、幼女誘拐おじさん。どうしよっかな。でもちょっと特徴名ですかね。どうすかね。ゾロアから入って良きものですかね。ちょっと、ピカ様から入って様子見てゾロアかなんか投げて、ラス1が、いや、ピカ様に変身した方が多分いいな、多分。したら、ポニータから入って、ピカ様に変身して、ピカ様投げるみたいな、かな。対戦お願いしまーす。なんかゾロアの使い方が、なんとなく分かってきたようで、なんとなく分かってないようでっていう、そういう感じですね。なんかいまいちよく分かってないんですよ。まあ、徐々にじゃないですか。ゾロアとかこう、特殊なポケモンって結構、なんか、ね、知識面以上に明らかに立ち回りが超大事感あるじゃん。ブーバー、はい。ブーバーさん、どうしますかこの対面。この対面どうしますかね。お互いに炎技打ちにくい対面ですけど。ドリル打っちゃいますか。あ、打っちゃいましょう。ボンボン打っちゃいましょう、ボンボン。はい。いい。マグマブースターは何それ。ブーちゃん投げだ。はブーちゃんを投げただと。怒るぞ。ブーちゃんを投げ物にするな、マジで。当てていく。何マグマブースター投げると何になるの
え、やけどかなんかになるんですか？火炎玉とかと同じですか？え、わかんないんですけど。てか、あれなんですね。マグマブースターをもらって普通にダメージ食らうポニータって何なんですかね。もらい火なのに。来たー！幼女誘拐落ちた！来た！来たー！幼女誘拐落ちた！よチーム。角の入りを読み取った！すげええ、どうしよう。ピカ様投げる。ちょ待って。え、スリーパーってさ、なんか物理なイメージあるんですけど、投げていいっすか？え、わかんない俺、スリーパーって。なんかスリーパー、初代のエスパーで、強くなかったエスパーは全部物理っていうのが俺の中の心理なんですけど。最近ね、通らないなんですと。タイプ相性をご存じない。違う。そうじゃない。イカ様でいいや。イカ様通るんならイカ様でいいや。イカ様あ、意外と通る。意外と通る。はい。気合玉、当たらない。危ない。特殊なんだね、結局、スリーパーって。そうなんすね。なんか、わかんないんですけど。なんか初代のスリーパー、エスパータイプって最強だったじゃん。ね、その中で、エスパー、じゃスリーパーってだいぶ下の方にいたんで、なんかそういうイメージだったんですけど、ずっと。あの、初代って物理と特殊が分かれてなかったじゃないですか。っていうのがあって、なんかそういうずっとイメージだったんですけど。だからわかんないんですよ、わしの口とか。わからないんですよ。え、これ、いや、マージ、物理マージとかさすがにないですもんね。挑発だけとりあえず打っといて、あ。ピカチュウ耐えていく。そう、このピカチュウの正体は、ゾロアだぜ。知ってた。サイコキネシスが通らない時点で知ってた。しゃー、いいぞ。そして、これで鬼火とか等々も負けなくなって、まあ、イカ様は多分通らないですけど、素早さの関係で。メサ氷だよね、多分ね。S 早いから。メサ氷っすよね。で、本物出す。本物出して勝ちか。勝てるか。ピッカー！本物出して勝ちですね。対戦、ありがとうございました。マジカルフレーム。マジカルフレーム Z だったと。へぇ。耐えるべ。さすがにね。ボルテックアーゴー！あ、強ーい。勝ったぜ。いや、ゾロアの使い方、ようやくいい使い方ができたんじゃないかなって思いますけど、相手がスリーパーとかいう超絶マイナーだったんですけど、いいですかね。でも楽しかった。ありがとうございました。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。明日夜7時からニコニコ生放送の公式生放送でポケモンについて熱く語るそんなトーク番組、ポケモン公式生放送がありますんでぜひ皆さん見に来てください。何の話題話そうかな。金の玉おじ。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。